ランニーの方お願いします。よろしくお願いします。10カウントスタートしたいと思います。スタートです。さあ永田さんが自分がつくまでてっぺんは持つのかと煽ってますがさあいきなり投げて、さあ音チンがしかし画面を押している。さあこれはあっと今の背中蹴りは落としておきたいところ。そして投げ返しをして電気機を食らっている。さあこれはチュンリー十分、あとは下がって溜めても OK。 さあこの状況からてっぺんが逆転を取ることができるのか。カメラジはやはりあの乗っかりが反撃確定にならないの で、ね、相当面倒くさいと思うんですが、しかしかしだいぶダメージを取り返したが、ワンチャンが欲しいですね。あっと今ちょっと高かったような気がしますが、まあ乗っかりもリフトアッパーでしゃがみ状態で食らったらサマーで反撃できるんで、まあそこまでやればと。さあ落とし得意のミス、うん、これはいける。さあサマーもう一回、あっ繋がってない。まあ、しゃがみくらいしてましたね、音チンも。そうですね。まあ、多分テンションが出なかったというところなんでしょうが、しかしこのラウンドはかなりダメージを取ったので、さあ、今の中足はよく打ちましたね。これ、まあ、のっけからのもしかすると、てっぺい勝ちまであるかもしれませんね。さあ、1本目結構重要なんですよね。さあ、それが分かっているから、3ラウンド目は音チンもあまり強くいかない感じ。さあ、これ食らって、おっとおっ、こっから今のは、ああうまい、いいパンチですね。さあ逃げそば、サーバー、これは完全にお、っガイルペース、てっぺいが一本取っていく。これてっぺいかなりやり込んでますね。そうですね、まあやっぱりオットチューン、やっぱり普段見てるとガイルにはやはりちょこちょこ負けてるかなというイメージあります。やはりはいいそばとですね。おっと足払いで、さあお歩けない、もうちょっとでたまる。ここまでの間でさあこれでどうかというところ。さあ画面を押される、ゲンキック、これはさあ打つ、わからない、やりますね。まあ今のサマーガーサイド、まあ戦列確定、ああそうですね、みたいな感じも歩きからだから大丈夫なのかな。まあでも中限ぐらいは食らうのでほぼほぼ負け確なところなんですが、です、ね、打っていきますね。さあ、ね、てっぺいが乗ってる。さあ投げ返しは当然しないよね、この体力差。さあ戦列も使わせて、こっからこっから次の戦列が溜まるまでに、さからのゲンキックにバックバットっていうね。さあ、ゲン溜まってしまった。これは、あーっとこれは音順ミス。さあ、2-0 てっぺい、これもしかしたらあるかもしれないっていう感じになってきましたね。まあ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 、10先なんでね、先は長いんですが、まあね、まあ、小高にも負けてたりもしたので、ガイル戦はどうなんですかね、オトチンとしてはあまり得意ではない印象があります。先ほども言ったように、おっとリフトアッパー、さあこれは高田点すぎる。さあゲン、これは投げて受け身で、まあしょうがない。おっとそれは無理でしょう。おっとまたミスる、もしかすると。さあ音順にちょっと操作ミスが出てるのが気になるところですが、これはしっかり落とした。さあ戦列が怖いが前飛んでいく。さあどうさあまあ強気ですね。小技とかじゃなくて勝ちが確定するサマーで決めに行きました。中攻撃ぐらいだと今のは吸われる可能性もあったかなというところ。そうですね、あの前は中盤出すともう丸ごと投げられてしまいますね。さあピオリそうだったが陣地をうまく使ってトルネディアパと踏みの合い打ち。さあそれはさすがにサマー当たらない。投げて受け身取って、おっとサマー空振ってな、暗い投げ、しかし、まあ、ってもあっと重ね小足はちょっと遅れたかな。リバサじゃなくても投げれたような気がします。まあ、完全に重なっても投げが入るんで、入りますが難易度がかなり上がりますので、
まあ、ね、ゼロノットだったら全然やりにく価値はあるというところ。さあ、三段見えないとピヨるぞ。さあ、ダイとダブルじゃない。さあ、これはどうなんだ。しかし、さすがにこの体力差はいくらオトチュンといえどきついよね。そうですね。3-0。まあ、ちょっとここらでミスがちょっと目立つのがちょっと残念なところですけどね。やはりやり込み不足はまあここ 1,2 年のオトチュンからは随所に感じられるところです。まあね、経験で何度かフォローはしてるんですが、なかなかその辺このゲームは甘いを許してくれません。やってないと確実に弱くなります。そうですね。まあここまでは完全二択のところで鉄平側が当たりを引いてる。さあ、めくり側が見よ、テンション出た。逆出ましたね。投げ、これはチュンリーの強いところ。そうですね。遅らせて出るけども、なおさらにそれよりも遅らせて飛ぶっていう手もありますから、まあ一概に立つのがいいとも言えないんですけどね。そうですね。さあ、小右衛門さんのコメントで、まあ、ちょっとオトチュンの踏み込みのプレッシャーが少ないんじゃなかろうかというところ。まあやはりソニックに弦、まあ基本ではあるんですが、投げを匂わせていないというところ。からのさあ、ちょっとミスったが、これはサマー中央起用。マジか、これを切る。さあ途中、サーバーやってきた、やりますね。完全に読みですね。さあ、これはおっと落ちないが、おう、打つ。今のもかなり怖い中足、うん、割れるタイミングで打ってますね。そうですね。いや、先列打てるもんなら打ってみろよと、いう感じなんですかね。やっぱりチュンリー側もやっぱ先列は虎の子なんで、博打では出したくないという思いがある。まあまあ確かに。さあ、ムエタイソニック随所に細かい技も見せていく。そうですね、元気くなどの中キックでフォローがいいですね。さあ、今もサラを狙っていた模様を、さあ、ピューラスト、これはオトチューン。こっからエンジンがかかってきたかというところですが、まあ、テペがここまででバレてしまってっていう形にならなければいいんですが、さあ、ちょっと、50円玉を取り出しながら、気分転換をした感じの鉄平。さあ、次の開幕重要ですよ。まあ、音中乗らせないのが重要ですよね。そうですね。やはり先手先手の音は歩き投げを通しに行った。さあ、そばキャンサマーは、ね、さ当たらず。中足狙いに前に歩いていればっていう形ですけどね。この辺の積極的な立ち回りが鉄平の持ち味からの、さあ投げ、ちょっと焦ってるような感じが、ね、まあ噛み合わないとこうなっちゃうのかな。そういう前向きなスタイルのまあ裏目というところですね。踏みからですね。さあ、そことソニックに相打ちを取っていく。まあトレデーに警戒してもう踏みに入ってきます。オーピオル5パンダブルじゃない、ダブルが出ない。まあまあ今のはね、フォローも効くタイミングだったんで、連続座の練習書、まあ出るのかどうかっていうところもあったんでしょう。悪くはないと思います。さあ、ワイドビッチ、さあ、まあ打っていく。まあちょっと投げ、さあ画面をダイブ押して、さあこっから、さあ溜まって、うん、ソニック様が怖いが、さあ、まあ打っていく。三段、これは終わり。いや、博打様当たってますね。飛行圏の先読みはちょっと当たったり当たらなかったですが、卓の博打様は全部当たってるイメージ。そうですね。オトチュンの前に来るスタイルを逆手に取ってる感じですね。さあ、スト2界の世代交代は着々と進んでいるのか。さあ、あれは当たんないんですよね。さあ、のっかりが、まあ、バットでなく中足なのもいいですね。さあ、まあまあこれはしょうがないでしょう。からの
さあなんだか体力は5分、あー逃げそばはこれはきつい。なるぎ投げプレッシャーかけてますね。おとちもしかし決めに行きますね。あこは足まで当たれば死ぬ場面なんで、投げに行くってことはワンチャンでかいのもらって負ける可能性があるんですが、おお投げる、ここまで流れでしょうね。やはり気合負けしないというところは重要なんでしょう。さあいい固めができている。しかしあっと前を間違えた、こういうミスは後々響く。さあビオル、これは終わった。そうですね、さあちょっと鉄平に対応しきれてきたのか、お途中微妙なところ、バックになった、うん、さあ2回で目にゲンですね、ちょっと欲張っているか、ね、さああれもあれも当たるんすかね、ちゃんとそばキャンやりきれば。そうですね、さあこれは大丈夫です、これは逃したくない。さあゲン強気タック、ちょっと高い、ちゃんと出しましたね。さあ前のお互い前の右開幕そばキャン様、気候圏読みなんですかねあれ。まあ気候圏ですね、あと元気ってでもいいんですけど。ああなるほど、気候圏読み切りの場合は前飛び三段の方が当然美味しい。いやまあそれはそうなんですけど三段入りにくいんでね。入りにくいんですか、うん、ちょっと難しいんですよ。さあ固めまくっている。さあ元投げではない、まあ、もうちょっとチュンリの歩きに裏剣が入れれるんじゃないかっていう。さあまあ打っていく、うん、投げ中足弦から前そば打ち、これは戦列ガードできないぞ。まあ踏みもありますし、おっやっとこれ、さあいやしかしやらかしましたね。まあ今はしょうがないですかね。いやまあまあ残り10秒からワンチャンはさすがにない。あまあね、今のもまあジャンプ中キッカーちょっと待ってサマーとか狙って、あそう、ね、まあ、おとちも暴れていたんで狙い悪くなったんですが、ちょっとたまりきらなかった感じですかね、うん、まあ、地面について少し待ってバックジャンプ中キックにサマーとかっていう形はあったかもしれないですね。チュンリーはまあここは歩き下がりが、あっとめくり中キックが当たる。さあソニックにゲンをやりたいが、しかしこれだけす、あーチュンリーの強みがついに出たが、さあ端キープだからわかんない、いぞ、さあ戦列を試させたくないか、たおっとどうだこれ。まあ前飛び冷静に待ってました。まあ音中がちょっと落ち着いてきましたね。さあ 4-3、うん、まあまあここからお互いここからっていうところで、ここまでで大体手の内が分かって、さあこれからどうしようという次の開幕重要ですね。そうですね、何選ぶ、ちょっと開幕真上ジャンプ勢いだけでは難しい感じになってきたんで、立ち回りのところですね。ここでもう一回アドバンテージを取り直していきたいところ。まあ、最初にサウザンドバーストたまるまでの、そうですね、有利をどれだけ取れるか、ね、ここですね。まあ今回は半分取れたね。さあ、ね、いい感じですね。でここで貯められても5問までしかいかないっていう感じで、さあいい、これは逃げ切るかっていうところ、逃げ切れそう、戦列さえもらわなければ勝てそうな感じ。いいですね、あの1テンポ待っての中足いいですね。さあどうしてもソニックをガードせざるを、さあ使わせた、ここから無理しなければワンチャン来たか、うわーっとからの、そうですね、ダブルですね。オトチュンも投げが狙え、投げ勝ちのところで投げに行かなかったですね。ちょっと弱気なのか硬く行こうとしたのか、まあこれまでの2択のこうダメな方を見えてるけど、まあ、影が見えてるけど、鉄平なら投げ返しは入れてくるだろうという読みなんですが、うん、まああれ投げ返しても返せないですけどね、なかなかね。チュンリーと外人の投げ間合い、まあほぼほぼ外からお互い投げるのは難しそうですよね。いやただまあ外からっていうよりもチュンリー側が外人の通常技の出始めを投げることがあまりにも多いですね。あーまあある足が速いんで、まあ、ね、歩いて投げ前に入って投げというのが強いですね。
まあ、しゃがみショーパンチ連打とかこうちょっとばらついてるとそのまま投げられたりしますからね。さあこれがやはりきつそう。さあくらったが今のはさあこれめくりチャンス。さあガードとさんはいい、ね、さあ暗い投げこれはどうだ。当然落として前に行かせない。さあ頑張っている。お互い溜まっているが中足。さあ先に5本目を取ったのはてっぺん。さあ音チェーン、ね、このまま行く。さあこのまま行くと 1P2P の交代はなし。なるほど。さあこれは3段めくりに、おー、リバーススピン。しかしそのまま負けていない。これだけやってて、しかしソニックに戦列抜けは一度も当たってないっていうところはまあ、やっぱ鉄平も相当あーそうですね、まあ、かなり警戒度が高いでしょうね。さあこれはソニックの垂直に対する攻防が、まあ、鉄平がダメージは取れないまでもうまく押してる感じですね。ああ、そうですね。しっかりジャンプパンチしに行ってるところがいいですね。逆に音中はやっぱ画面足に押し込んだ時の強さが光るっている感じ、ね。あまあ、本来こういう流れが、まあ、普通にこうよく見られるというかね、もう非常に悲しくなってしまうような場面が多くなりますけど。さあお互いゲージが溜まって、まあ、割とねこう最初こうなりがちなんですがこの2人だと、うん、まあ、Y に出るスタイルなんでなかなかこの展開珍しい。ただまあもうちょっとしてこう煮詰まってくるともう多分進まなくなるような気が、まあ、こうなるとガイルは爆弾処理ですね。あーっと出ました。さあ繋がってないが3勝ったのはオトチューン。まあこれは鉄平もしゃあないですね、まあまあ、割り切るしかないと思います。長い試合やってればああいう戦列の食らい方一度は二度はあるという。うーん、そうですね。まあただまあソニック打って食らっちゃったみたいなこう確定的な場面ではないんでそこよりはまだいいかと。さあピオリそうだが、さあといい背中蹴り。さあオトチューンがごちゃらしている。あっとソニック出ない。来ましたねこれ。さあ暗い投げ下が体力がない。あまあサマーを我慢したまでは良かったんですけどね、その後次の動きが選びきれなかったですね。うん、いいパンチ。おーサマー打つかね。まあ、着地に中足よりもそれが出たら時のサメサマーで今のバックジャンプが手堅いところなんですが、さあこのあーっとこれはあるダブルじゃないがムエタイムエタイ中足ですか。いやムエタイムエタイソバットじゃないですか今の。ソバットが最後相打ち OK と。まあ当然そうですね。さああの中足がやっぱ難しいんですよね。なかなかこう上と、うん、さあ使い分け。さあこれはだいぶダメージ取った。受け身で OK。 そうですね。だがだいぶ体力差がワンチャン来ているわ。めくってうまいですね。音中が強気に押し返すところを的確に読んでますね。そうですね。今の気候圏普通ならまあ後ろ下がりでいいかというところをちゃんと前に飛んでいるという、うん、まあ、甘えた気候圏は許さないというふうなのを見せないと後々大変なことになるという形で、まあ、やっぱり音中にゲージも出すとろくなことないですからね、うん、そうですね。まあいいサマーですね。これは当然選手出る。まあね出すしかないっていうのが厳しいところでからのめさあなんとか投げとの二択はこらえたがたさあまあ、まあ、やっぱりたまると対空じゃんけんを負けたので着地の読み合い、うん、まあ今のはしょうがないですかね。まあ戦列持って近くに寄られたら無理ですね。うん、いい踏みでの着地でいいですね。
中足出して踏まれてリフトアッパーとか。さあ、ジャブ。さあ、逃げそば。地上の攻防が冴えている鉄平。まあ、ちょっと脅しのゲンキックが早く出しすぎてるなというのが見えますが。三段じゃない、これは九死に。さあ、これは結構高くつきそうだが、鉄平。このラウンドは、取っておきたい。前に飛べない。さあ、怖い。もしかすると、ワンチャン。さあ、よくガードしているが、まだ20秒。あーっと、リフター今の裏剣が、おーっと、よく出した。まあ、いいですね。まあ、早めに出すと後頭部で当たってくれるという。さあ、お互いを画面端に落ち着けたい。剣からの、まあ、今のバックジャンプパンチいけたんじゃないかなという気がしますけど。さあ、先出しチューキック。さあ、すごい吸った今。これはもっとするのでは。また吸った方が投げすぎだろ、おい。まあ一発目、うん、投げきつい。ゲージが削りで使って、これもう前のっかりがどうしようもないような気がするんですが、どうするんですかね。いや、まあここまでいけばそうですね。踏みに行けば勝てる。そう、こうなっちゃいますよね。そうですね。ソニック見てから踏みに行ってっていうのが確定で、まあ、チュンリー側がずっと生き残るか勝つかっていう、そのどっちでもいいという二択になるんで。のっかりをしゃがみくらいできなくなると、もう割と恥はどうしようもない感じますが。おっとリバースピンに中パンチ、まあ、よく分かってますね。さあ、端っこ、うん、おっ、さあ、まあ、さあ、ダブルキャンセル、ピオール、ひどいです。つか、さっきからなんかエルライチュンリーの吸い込みはやばいっすね。まあまあまあ、あのガイルが技出始めが体すごくでっかくなるんで、まあ、投げられやすくなるんですよね。技出せなかったらこんな投げられないんですけどね。さあ、ちょっとソニックが出てないが、あっと今のも裏剣、おー、マジか、ちょっと出てない、戦列客が当たったか。さあ、ピオらないが、かなりきつい。これはどうすんだ。そうですね、近いですね、これ終わり。そうですね、ガードしたら戦列、まあ、サマーで抜けたら反撃という。これでまあ、並んだんで、さあ、6勝6敗、ついに私を追いついた。まあ、鉄平がここから何をするかっていうところですね。壊れていかないことを祈ります。まあ、今一度立ち回りからというところかと思いますが、ちょっとミスが出てくるようになってますね。まあまだここから、うん、そうですね、まあ、さあ、中足確定させれない、うん、投げて、やはりゲンガの後のアントビがね、か、さあ、おお、これは運がいい。おっと、投げるからの相打ち。あっと、キャラ差ですね、ここ。まあ、相打ちなる前のところで勝負つけるべきだったっていうところなんですけど、まあ、技を出す投げられ判定が広くなるのか、まあ、サードでいう移動投げみたいなことが起こるんですかね、ちょっとよくわかりませんが、そこまでは。解析班の、まあ、ガイル側としての実感はあるんでしょうね。そうですね。さあ、ピオリューがない。さあ、踏み込み投げ、オトチン逆転。投げられる判定自体変わんないんですかね。なんかね、ガイル自体が動いてる途中はすごいとこから投げられた記憶があるんですけどね。なんか若者がそうじゃないっぽいこと言ってるから、多分実際は変わってないのかもしれない。若者が正しいような気がする、うん、そうですね。老害勢は大体感覚でしか物を言わないので、ちょっとそうですね。ただまあ、なんか出すとでっかくなるっていうのはありますよ。まあ、位はでかいと思うんですが、うん、投げられは一緒なんじゃないかなという気はしますね。ですかね、うん、さあ、これは、おわー、マジか。しかも投げられるのは、どんだけ優遇されてんだ、このキャラ。惜しい。さあ、これは、大台がした。ついに投げ返した。いやー、
今のはよくないかしません。さあ3段とこれもしかして、さあテンション受け身取ってからの投げて、いい様、さあいい様、今度は繋がってないが、まあ打ち切ったら当たったという感じですね。さあ、ちょっと勢いで取り返した感じ。さあ残り3先、さあまさかの77っていうところでね、これ楽しみですね。さあ開幕サーバー打っていきますね。さあまあ打っていく、さあこれはきつい、あっという間ですね。やはりチュンリーの歩き下がりが早いのはね、どうしてもこの最初の立ち回りのところでのネックになります。おっとジャンプ大パンチですね。さあ、あー打つ、さあ、まあ、打っていく、おっと振り返りテンション出ますね。さあ今のは暗いしゃがみくらいでサマーで割ろうとしたら投げられるという予定通りの動きをしていたのにもかかわらずサマー出ませんでしたね。そうですね、まあ立ち消形まで連続だったんで、その間に V 入れちゃったんじゃないですかね、まあ、入れちゃったんですかね。暗い直サマーだったんですかね。さあ、コエモンがどうやら、コエモン情報ですね。どうやらガイルはワンピー側、要はワンピースターズだとワンピー側からしか安全にめくれないといろいろ研究されてますね。まああのつい先日ツイッターでも上がってましたんですけどね、ということは 2P 側に回っちゃうと置き攻めはソニック重ねとかの方がいいと、そういう話なんでしょうか。いやまあそれよりも単純に操作ミス狙うためにタイミングを変えるという手はありますよね。さあ今の間に合うかね、敵なのが来てしまった。さあオトチュン乗ってきた、これは今の一本の与えるダメージはかなりあるね。さあ8-7から9-7になるかどうか大きな違いですからね、ここは踏ん張りどころですね。なるほど、遅らせがあると、うん、そうそう、で遅らせると変わっちゃうっていう話で、さあ使わせて、わあ今の対空でいいソバット、悪くはないんだが、さあ間に合っている、またしてもしかし転生、さあ音順リーチ、まあここで9-7ですか。え、いや9、今音順が9でてっぺいが7、さあこれが最後になるのかというところですね。今もね結局まあめくりに対するテンションは勝負を分けた感ありますので、その辺の研究がもっと重要なんですかね。長田正月まあちょっと厳しいなそれはさすがにという。これはちょっと厳しい、しかし体力的にはまだそんな差がついてない。使わしてこっから、うん、そうさあ、あれが、うん、あれがきついですね。せめて着地中足ぐらいガウスさせて追い返せればいいんですが、いやそれもいいですね。さあ前そばに投げて、2番塚投げてで音チュンリーチ、さあ最後のラウンドになるのか。まあトルディに狙ったらジャンプ大パンチですね。さあ割れない、投げて一方的、このまま行ってしまうのか、投げて踏みからどうしようもない、いやどうしようもないですね。勝ったのはオトチューン、まあ10対7というところですけどね。まあてっぺも相当頑張ったんですが、いやまあかなり頑張ったと思いますよ。
まあちょっとキャラさで取られた分きつかったかなという感じ。立ち回りそのものはね、まあそこまでという感じではなかったんですが、うん、まあやっぱりおとちの方が集中してダメージを取れたというところと、うん、後半やはり操作ミスでペロンがちょっと多かったかなという、ね、そんな感じですかね。まあ前半の爆竹がかなり当たったんでね、これはもうそのまんま行ってしまうんじゃないかという気持ちでちょっとヒヤヒヤしたんですけど、はい、ということで、まあそうですね、まあやっぱり音中はストレートで捉えた試合は2試合しかない。